いや、だから、はい、先ほど栗原さんに言われた旗を立てるっていう意味、それは例えば時川で言えば時川カンパニーという場所があるよと、はい、でこの時川カンパニーに人々は何を期待するのか、うん、あそこに今物が安く買えるということではないわけですよね、うん、無形なんですよ、うん、なんだけど例えば起業したい人が来ればアイデアがもらえる、うん、人脈が得られる、うん、で自分が一回り成長できる、うん、どこかに自分が持ってる何かも落としていける、うん、お互いウィンウィンでなければ意味がない、ね、側ですよね、うん、そうすると思います、うん、でそういう気にさせてくれるってことが大事だって、その気にさせる、うん、でここに来る人たちが、うん、得るだけじゃなくて自分ができる何かをしたいと思うモチベーションが上がると、でそういう、うん、こう無形のブランド、おーすげー、そういうことですよ、それが時計カンパニー、あー嬉しい、あーすげー、なんか創業式のコースすげー